はい、今日は1月30日か。今、午前9時40分ぐらいですね。はい、じゃがいも掘りやってます。8時の放射線測定をやってから来たんで、8時20分頃からですかね。だから、1時間20分かかってるのか。2列掘るのに。したら11時も帰れん、ちょっと無理かもしれませんね。あと2列あるんですよね。で、また19日の、気づいたのが19日の午前1時なんですけど、また放射線を放出してます。放射線廃棄物を玄海原発から。で、この前はちょっと話してませんでしたけど、我々大人はまあそれなりにいいんですけど、少しぐらい内部被曝しても。乳幼児ですね、一番危険なのは。はい。育ち盛りで細胞分裂。はい。あと5分で、12時ですね。あ、12時じゃない、11時半ですね。掘り終わりました。こうと、ちょっと見えますかね、あそこのネギの先もちょっと余った芋苗を植えてたんですよね、種芋か。 はい、それでちょっとあそこもですね。で、ここの大根は10本ぐらい漬物用に取ってこいということで。 まあ、なんて顔見つらんことしとかんねん。 はい、そういうことで今から積み込んで帰るんで、やっぱり12時近くになりますね、帰るのは。はい、だから今日はちょっと10時の測定はできませんでした。こういう作業をやってるんですね。はい、